2コースから渡辺啓太。さあスタートしました。おっと北朝鮮のチョン・クアンボムが転倒しましたが再スタートです。チョン選手の手が渡辺選手のスケート靴に接触したようにも見える。サイレースでも今スタートしました。渡辺いいスタートを切っている。しかし韓国のファン・デホンが前に出てきた。北朝鮮のチョン・クアンボム転倒。そして渡辺啓太は今2位についている。両者の争いは激しかった。渡辺選手は2番手でゴールしたものの長い審議に。スタートでちょっと混乱しましたけども。そうですね、ちょっとこう北朝鮮の選手と接触しているんですけど、はい、まあ、お互いがコースを守って滑っていますので、はい、審議中隣にいながら全く視線を合わせない2人。渡辺選手の表情はどこか不安げだった。さあ果たしてどのような裁定が下るのか。結局チョン選手が渡辺選手を妨害したとして失格。渡辺選手は2位で準々決勝に進出した。まずは1本通過っていうのはできたので、次につなげていきたいなと思います。